陳嗣豪702年は、中国、唐代初期の詩人。字は白玉。あずさ州社、高県の出身。18歳頃まで無頼な振る舞いばかりで、古典は愚か読み書きさえ、まともにできなかった。しかし無学な自分に嫌気がさしたため一念発起、故郷近くの金華山にこもって学問に励み、進士となるまでになった。その頃高宗が崩御して、領母問題が持ち上がり、これについて上書したところ、武則天に才能を認められ、臨大政治に任じられた。その後、右拾遺となった陳嗣豪は、竹則天朝の滑稽や密告制度を用いる非常な政治体制を批判する上書を行った。これが原因で投獄されたが、その真摯さを評価されて復職することになった。696年から武猶予の率いる契丹討伐軍に参謀として参加した。戦果をなかなか上げられない武に対し、策を上書し、官減を呈するも受け入れられず、かえって降格処分となった。西暦年間に入ると、老父の世話をするために帰郷する。父が死去すると、ショックを受け、病弱な体質から体調が悪化し、さらに県令の檀官による布告で投獄されたため、憤激のあまり獄死した。檀官が陳嗣豪を陥れた理由として、陳家の財産に目をつけたから、また、武一族に思想されたからとの説がある。陳嗣豪の詩風は、陸長期の華美さを脱して、漢代の建安文学に見られるような堅固さを理想とするもので、正統の質実なしの礎となった。漢すぐる38首は、原石の英懐詩をベースとし、普遍だと考えられている、新鮮的な世界と移り変わる、現実社会のありさまを対比させて表現し、さらに歴史を感として、社会批判をも盛り込んでいる五言古詩の連作である。莇鳩蘭古や、唐優秀大家は、契丹討伐に従軍した際の増減古詩で、人間という存在の孤独さを表現している。詩の他に上奏文を収めた、陳白玉集がある。ありがとうございます。